おはようございます。23日、時刻は午前8時52分です。どこにいるかというと、ラクダに乗ろうと思いまして、ラクダ乗りに来てます。大自然丸ごといただきますって CM してる人いる？なんか人いっぱいいる、人いっぱいいるし、奥に見えるのは、すれ違う。しゃがむとき絶対怖い。おお。そこ？さあ、なんかあれ。はい、ということで終わりました。やめるライド、いや、これは面白かったです。ラクダに乗るという経験だけはなんかしました。だってもうすごい、このほんとすぐ向こう砂漠だし、楽しかったです。ありがとうございました。これをガーってフワちゃんなら伸ばすのかな。イエーイって言ってやるのかな。なんかね、ドキドキしちゃった。さあ、ということで今日はもう最終日なので、ホテルに戻って水ぐるをしましょう。チャオチャオです。あ、いいね。あ、いいね。はい、来ました。ピーチジュースと、本当にパイが挟まってるチーズハムのもの、壊れたカメラ、ちょっと直すのに時間かかりそうなんですが、これもしょうがない。いただきます。あ、うまっ、あ、うまっ。いやー、さっくりよ。やってしまった。そして冷たいエスプレッソ、完璧セットですわ。これはいただきましょう。やばい、幸せすぎる。いただきます。
絶対うまいやん。いや、今日踊ってしまう。やば。おいしい。うん。ジャパン。My daughter is fanatic of manga. Manga. Japanese. The cartoon for the Japanese. Oh, oh, oh. Manga. 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 Comic. Oh, yeah. every day, every only day? Look at television Japanese. Uh-huh. Pero en Japanese. Oh, yeah. And traduce Spanish, pero in Japanese. Ah, konnichiwa.ナルト、漫画って言われたよ。漫画って思ったけど日本語だった。漫画だ。漫画とかアニメとかいっぱい見てるんだって。試合まであと1時間なんで、ビール飲んで待ちたいと思います。いやー、なんか船のアクティビティとかもしたかった気持ちにもなったけど、それはなんかね、日本でも行けんのよ、きっと。いいですね、楽しいです。最後勝って、どうやら今日勝ったらのチャンピオンシップは優勝になるらしいので、全力応援します。número 19 Yamada, número 21 Michihata, número entrenador coach Takei Konishi. Alles ist möglich hier heute. Schauen wir, was passiert. Viel Spaß, enjoy. Que se diviertan con este. Por favor, nos ponemos en pie a continuación el himno nacional de Japón. ¡Hajimarimasu!負けましたということで3連戦お疲れ様でした。帰ろう、いざ日本へ。陰性証明書もメールできましたし、多分大丈夫。選手の名前を叫んだら、おっずっと叫んだら目の前にいた、イタリアの方かな、スペインの方かな、がおっずで何って言われたから、10番の名前だよって言ったら大津って呼んでました。で、赤熊選手がすごいやっぱり活躍していて、6番の名前は何だと言われ、赤熊だと。赤はレッドで熊はベアだと言ったら大きい声で赤熊って言ってました。いやー、こいつはきっと悔しいが、私の今回のグランカナリアの旅はこれにて終了ですね。さよなら、グランカナリアのビーチ。ほら、おじちゃんいい。いやー、ありがとう、ありがとう。So I will go back to Japan tonight. Yeah. Gracias. Okay, that's just for you.今日みんな帰るの、帰るよって言ったら、うーって言われた。ちょうどカメラ映ってなかったけど。もうあのおじちゃんのおかげで本当に楽しかった。まあ、その他のおじちゃんたちもみんなね、持ってきてくれて、ウェイってやってくれたりとか。アヒージョ食べられなかったけど。なんかいろいろ食べてないものがたくさんあるけど。ここに来てよかった。時刻は夜10時半、あとフライトまで、いや空港に行くまで2時間ぐらいなんですけど、
どうしても腹が減りまして、っていうかご飯食べ損ねてることに気づきまして、ちょっとお店に来ちゃいましたんで、サクッとご飯食べたいと思います。あ、こっち側全く来なかったな。スーパーあるし、いや火事なんのよ。いやばい、よしです。英語は読めない。でもバーガーとかステーキとかあるじゃん、あるじゃん。イエー、お腹空いたじゃん。いや、ちょっとね、ステーキとか悩んじゃったんだけれど、今ね、お腹が空きすぎて決められないってことに気づいたね。なんでバーガー頼みました。この国の初めてのバーガーです。お兄さんがね、ピザ近いでしょって言ったら、ってやられました。うまそう。見つかんだわ。